はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は大幅商品改良を行ったマツダ2のスポルトプラス、こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。主に4つのトピックを中心に生まれ変わったコンパクトカーのマツダ2。前回の動画では BD と呼ぶ新しいグレードを紹介しましたが、今日見るのは従来のスポーティーなモデルをさらに強化したグレード、スポルト。非常にかっこいい1台をじっくり見ていきましょう。というわけでチェックしたのは 1.5 リッターディーゼルのスポルトプラス。車両金額は232万円、ボディカラーは新規設定色のエアログレーメタリック、メーカーオプションは装着なし。なお今回の車両も開発段階のものであり、市販モデルとは一部違う点があることをご了承ください。はい、ということで今回は商品改良を行いましたマツダのマツダ 2B セグメントのコンパクトモデル、こちらの今回はスポルトの内外装を見ていきたいと思います。前回はこちらのちょっと愛らしいというか優しい朗らかな表情をなしている BD グレードご紹介してきましたけども、今日はこちらです。非常にスポーティーなスポルト、もうなんか名前がちょっと懐かしい感じもするんですけども、これも専用装備いくつかございますので、その点も交えて見ていきましょう。まあ、そもそも今回マツダ2商品改良しまして、バンパーであったりグリルの衣装が変わってます。でその中でさらにこちらのスポルトに関しては専用のメッシュグリルが与えてあります。これがまたスポーティーだし、しかもスポーティーなだけじゃなくて、こういうちょっとツヤありの風合いとかも質感が高くて、やっぱりこのクラスとしては非常にハイクオリティという印象が前々からありましたけども、このグレードに関してもそれはちゃんと継承してますよね。で BD グレードと違うのはこのメッシュグリルもそうなんですけども、ここにクロームのパーツが入ってる、これが特徴になってます。さらにはマツダ CX5 とかでも使ってありますけども、スパビとかにねこの赤の差し色も入っていまして、だから今回黒赤がテーマになっていますので、まあほんと分かりやすいこのスポーティーさっていうのを生み出してるわけです。でロアの開口部とかも同様に衣装が変わってるという形になっています。めちゃめちゃこれかっこいいね。しかも今回ボディカラー実は新色が2つあるんですけども、そのうちの1つがこちらグレー系になります。これね重すぎないまたグレーっていうのがいいですね。でソリッドに見えるんですがちゃんとメタリックというところで質感も高く、この風合いはやっぱり匠塗りとかずっとやってきてるマツダの塗装技術の高さがあるからこそ今回の素晴らしいカラーが出したのかなという部分はありますよね。まあ、しかもこのスポルトに関してはこれが一つコミュニケーションカラーになっているというところですので、この組み合わせなかなかありかもしれません。ではヘッドライトの点灯状態を見ていきましょう。こちらに関してはちゃんとリングの部分がポジションになってます。 BD グレードはオプションなのかな、ポジションは豆球になっていましたけども、こちらはウインカー以外 LED を使ってあります。でさらにはアダプティブハイビームもおそらく入ってる、今ついてませんけども、ここのユニットがそうだと思いますので、このスポルトに関してはそちらが採用されているという形になっています。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4080mm、 全幅 1695mm、 そして全高が 1525mm になってます。なので実はディメンションは BD もスポルトも、こちらまあクロッシーですからスポルトプラスではあるんですけども、変わってないと。だから個人的にはこの非常にスポーティーなシルエットはめちゃめちゃいい、ただそこと合わせて足回りのチューニングとかもかけていたらさらに良かったかなという部分はあるんですけども、今回はその動的な部分では特にチューニングは施していないということでした。でもこれかっこいいね、いい感じいい感じ、非常にスポーティーな印象がありますし、さらにはドアミラーも黒でしょ。でルーフもこれ専用で、もう元々このラッピングがされているわけです。テクスチャーはおそらく同じかなと思うんですけども、向こうとただ黒でこう締まりが出るという印象がありますよね。かっこいいね。で特にサイドのスポイラーなどはついてません。なので次に注目するべきポイントはこちらになります。今回16インチのアルミホイル、これ専用で入っていまして新衣装でございます。実際にデザインの
見る前にまずカラーに関してはブラックメタリックに切削の処理を施している、そういうところです。でリムの部分が切削になっていますので、ちょっとまあ引き締まった感じもありますし、よりこうスポーティーな感じがありますよね。こちらの BD はやっぱりちょっとカジュアルな感じがあるんです。でもそこに比べるとやはりこう締まった印象っていうのを得ています。で衣装に関してはこれメインのこの辺のスポーク結構複雑に入り混じってますけども、太いスポークが3つ、そしてこの2本に分けてるスポーク、これがそれぞれ3つずつ入ってるという形になってます。おしゃれだね。でホイールは4ケツという形ですね。ちなみにこれタイヤに関しては東洋タイヤのプロクセス R55A なので銘柄も違ってますし、もちろんタイヤサイズもこちらの方が大きくて185の 60R16 になっていました。ちなみにリアクォーターから見るとこんな感じです。非常にスポーティー。じゃあこのままシームレスに後ろを見ていきましょう。リアもやはり専用のポイントはあるんですよ。まあこのエキゾーストが出てるとかそういう部分非常にかっこいいわけですけども、さらにこちら見てください。まず下から行きましょう、上から行きよっていう感じはありますけども、ここにちょっとした赤のアクセントパーツが入ってます。これスポルトプラスとかスポルトの特徴です。そして見てこれかっこいいね。このごついダイナミックなスポイラーがついてますけども、これでより躍動的なスタイルっていうのを作り出してます。空力ももちろん高まってるとは思いますけども、まずそもそもこの見た目の部分でめちゃめちゃかっこよくなってる。スポイラーのありなしでこれだけ印象違いますので、スポルトはやっぱりこういう仕立てが似合いますよね。ほんとかっこいいね。ではリアのトーカリを見ていきましょう。こちらはウインカー豆球ですけども、ポジション、そしてバックランプ、さらにはリアホグ、この辺が LED になってます。バックランプは確かとさせてください。でこの辺は衣装は特に変わっていませんと。そしてライセンスランプに関してはこちらも左右一灯式豆球になっていました。続いてはマツダ2のスポルトグレード、こちらのインテリア全席からチェックしていきましょう。まずドアトリムはこの辺ハードプラで合皮っていう、ここは変わってませんけども、ただミッドのトリムがこれスウェード生地になってますよね。なのでこう滑りにくい素材、またこのスポーティーなイメージっていうのはこのスウェードにありますので、それを使ってあるというところでこれ専用になっています。で2本の赤ステッチが入ってますので、配色でもまたスポーティーさっていうのを演出しています。で今回はちょっと海外仕様なので左ハンドルではありますけども、まあ、気にせずシートを見ていきますと、この辺はね国内仕様もおそらく変わんないので、で実際にこれクロスティのこれ今回スポルトっていう、まあ、スポルトプラスですけども、そのグレードには本革とこのスウェードのコンビシートがあしらってあります。これ1号に関してはファブリックになるらしいですけども、クロスティに関してはこのシートが採用されてます。でメインは黒基調ではあるんです。ただその中にこのサイドに赤のラインを使ってやったり、もう一つ面白いのはこれね、ドット模様をちょっとこう左にオフセットしてこう縦方向に入れてるわけです。これがまたおしゃれだしかっこいい感じ出してますよね。これないのとあるのとで多分印象全然違いますよ。このサイドでも十分スポーティーではあるんですけども、よりかっこよさが際立ってる、そういう印象です。でやっぱりこのスウェードですから滑りにくいとかあります。さらには本革で質感も上げてる、ハイクオリティという部分があります。じゃあ実際に乗り込んでいきましょう。左ハンドルなのでちょっと違和感がありますけども、でメーターとか、まあ、つけるんですけども、今回ちょっと乗ってるパワートレインが違いますので、あと欧州仕様ですので、まあ、イグニッションオンはやめておきましょう。でステアリングに関しては本革巻きになってます。で加速も入ってますという形で、特に今回のマイナーチェンジでメーターなどは変わっていません。ヘッドアップディスプレイもこれ入ってると思いますけども、今はなぜか起きませんね。まあ一応入ってます。でこの辺のまず雰囲気ですよね、室内の雰囲気。これ実際にクロスティのスポルトプラスに関してはこの辺もスウェード生地に変わるというところ、このバックスキンでやっぱり表皮が高級感もあります。さらには
やはりスポーティーという印象をすごく強く感じますので、これは本当車のグレードにちゃんと合ってる素材かなと思います。で、随所にこの赤の差し色が入ってますけども、この辺エアコンリングとかに入ってますよね。さらにはこのステッチも赤でしつらえてあるというところです。で、ナビゲーションはこれね、8インチのマツコね、この辺は変わってません。ちょっと残念ではありますけども、まあ、こういう感じになってます。一応タッチパネルになってますという形でございます。で、その下にはスイッチ並んでますけども、このグレードに関してはシートヒーターが入ってます。ステアリングヒーターはないのかな。あ、ただパナラミックビューモニターのスイッチがあるということで、押してみましょう。おー、こんな感じ。ちょっとなんか外国の英語は出てますけども、一応これグレードによってとか、あとはオプションでこの360度のカメラ選べる選べないっていうところだと思います。そしてエアコンはシングルになっていまして、まあ、この辺も大きく変わってませんよね。で、ニーパッドに関してはこれは合成比較になっていまして、黒系、ただここのステッチは黒になってます。で、今回マニュアル残ってるんです。これは嬉しいね。だからスポルトっていうグレードにすごく合ってるかなと思いますし、この辺はちゃんと存続させてくれたマツダさんに、まあ、敬意を払いたいです。で、さらにこの辺も皮巻きになってるね、サイドブレーキがついていまして、通常の手引き式になってます。ジムカーナする方はこっちの方がいいですけども、ただ私個人的にはブレーキホールド付きの電動パーキングが良かったなという部分はあります。で、コマンダーがついていまして、カップホルダーがあってと、まあ、この辺は大きくは変わってません。で、一応グローボックス見ておきますけども、ダンパーはこれ入ってませんね。でも収納スペースは十分。そして照明に関してはこんな感じ、豆球になっていますと。これフレーム結構太いけど、あ、これは自動防炎になってる。だからこの辺ももしかしたらグレードベストかオプション構成で変わってくる可能性はあります。ちょっと今資料がないんです、ごめんなさい。で、バイザーに関してはチケットホルダー、そしてミラーがついています。では後席を見ていきましょう。まず質感ですが、この辺はまあハードプラで BD と同じ、ただミッドのパネル、これはスウェードになっていますので、スポーティー感が増しているというところです。ステッチなどは特に入ってません。で、シートの質感、後ろに関してもこれ本革とスウェードのコンビネーションになっています。まあ、ここのね、縦のドット模様のラインは消えてますけども、でもサイドに赤の差し色は入ってますので、後ろもちゃんとスポーティーという演出はなされてます。細かいけどもここまで入ってるんだね。細かい、本当に作り込みが素晴らしいです。じゃあ実際に乗り込んでいきましょう。さあ、ということで運転席はこれ大体私のポジションに合わせてあります。その状態で2ルームはだいたい拳1個程度、ちょっとまあ窮屈だね、 BD でもう少しと言ったはずですけども、でも実際身長175センチの私のポジションに合わせてしまうとこれくらいになっちゃうという印象がございます。ただ本当このマツダ2は座り心地がいいね。シートバックの硬さも適度にある。そして何よりこの座面の適度な減衰感というか、ふわっとした感じがあるんです。ただBD のクロスに比べるとやや硬い感じはしますけども、それでもね、座り心地はいいですよね。機能面としては今回は右サイドですけども、これいわゆる助手席方向にシートバックポケットがついてます。で、コンソール背面にはポケットもついてますと、この辺は変わってません。で、アームレストもないですし、リクライニングもまあしないという形になっています。で、これなんでだろう、欧州仕様というか海外仕様だからかな、このセンタールームランプは今回のモデルついていませんでした。ではラスト、ラゲージスペースを見ていきましょう。テールゲートは手動式、これ非常に軽々と開きます。で、実際に荷室空間こんな感じになっております。このカバーもちゃんとついていますので、この辺は目隠し対策バッチリ。まあでも欧州仕様ですからちょっと違う部分はあるかもしれません。まあその辺はもう大体で見てください。で、照明がこちらについていまして、これ豆球になってます。まあ、実際この辺はね、マイナーチェンジ前と大きく変わってることはないと思いますので、詳しく見たい方は前回3リットシトラスっていう特別照射でこってりと紹介していますので、そちらを参考にしてください。で、一応海外仕様の
アンダーボックスこんな感じになってます。まあでもこのコンパクトカーはね、やっぱりラゲッジ側からも手が届くというのがいいところではないでしょうか。よいしょ。さあということで、こちらがフルラゲッジの状態になります。まあ奥行きはまあそこそこという印象、さらにはマツダ2の場合はちょっとここのね段差がどうしてもできていますので、スムースにこう段差を乗り越えられるかと言われるとちょっと微妙な感じではあるんですけども、一応こんな感じになってます。さあということで、今回はマツダ2の商品改良されましたこちらのスポルトプラスっていうグレードご紹介してまいりました。非常にスポーティーでめちゃめちゃかっこいい、ただ BD もカジュアルで捨てがたいという部分もあるんですけども、ぜひそっちが気になる方は動画見てください。というわけで、マツダ、マツダ2内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり使用などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。